トレンドチェック、特集、サイドトラベル、天気予報もニコ生とツイキャスで、土曜の夜9時からはてっちゃんの部屋ライブモーメント時を共有する。そして最終週の週末はゲーム配信、てっちゃんの部屋ライブ YouTube とツイキャスで、各月の最終の土曜の夜9時から。放送情報、最新情報は X で。皆さんこんばんは。こんばんは、こんばんは、先週ぶりです。ということで、まもなくモーメントスタートです。今週はどんな一週間でしたか？なんもない一週間でしたよっていう方も、ね、何かが決まった一週間だったという方も、土曜の夜、まあ、この後30分内ぐらいの生放送、ぜひお付き合いください。札幌からお届けします。今夜はどんな放送になるかな？それでは、モーメントスタート。皆さんこんばんは、鉄のファンです、時刻は夜9時を回りました。1月20日土曜日のモーメントです、それでは、今日お伝えする主な内容です。主な内容です。よいしょ。はい、ということで今日はまず、この通りトレンドチェックをやっていきますよ。今週起きたことを振り返っていきます。トレンドの外からもね、今週はいろんなことがありましたので、お伝えします。そして、その番組の後半は、過去動画の傑作戦ということで、2020年秋に投稿しました、峰の間から岩手の間の様子をお届けしていきます。ということで、今週も、この後29分までの生放送をお付き合いください。さあ、それでは、サイドトラベルじゃなくて、その前に、トレンドチェック行きましょう。まあ、今週あったことを、旧ツイッターの X のトレンド、そして Google 検索のトレンドでそれぞれ見ていきます。トレンドカレンダーさんからのデータでお届けしていきます。なんか、すいません。ですね。かなり秘宝なんですけど。喋ってるうちに鼻が詰まりました。ごめんなさい。ということで、早速じゃあトレンド見ていきましょうか。の前に、こちらですね。まずは最初に、このトレンドには実はちょっと入ってなかったんですけど、ちょっと触れなきゃいけないということで、こちらについてちょっと触れていきたいなと思います。はい、阪神・淡路大震災についてですね。ちょうど、今週ですね、17日なので、金、木、水かな ?17 日ってことは。ちょっと待って、曜日で言われると、水曜日ですね、はい。ちょうど、今週の水曜日、阪神・淡路大震災から、29年、というのになりましたね。1995年だったので、29年ですね、今年 で。ちなみに、阪神・淡路大震災について、まあ、消防庁が、ということで、この被害をね、まとめのものが出していきまして、ちょっとそれを見ているんですが、今、地震の規模はマグニチュード 7.3 で、深さ15キロだったということで、震度、この時代まだ震度、5弱とかなくて、5、6の揺れだったみたいですね。で、7についても、現地調査をしていて、それで、まあ、神戸市のあたりだったり、芦屋駅付近などが、震度7と言っています。で、人的被害としては、
お亡くなりになった方が6400人。で、怪我をされた方も4万3000人近くいます。で、住宅の被害っていうのが、一部損壊とかも全部含めると64万棟ということで、ものすごい、広い範囲で、そして甚大な被害があった。この阪神淡路大震災から、29年となりました。ちょっとニュース映像でね、その29年を迎えたね、当日の様子っていうのを見たんですけど、側の方々に向けて、一緒に共にっていう文字を、受取るっていうんですか、鬼の文字に、をかたどって、これね、竹の中にロウソクが入ってるやつが、出て、ちょうどね、この大きい、1月のね、大きい地震ということで、阪神淡路大震災の時も、帰省されてた、ね、方も多かったっていうふうに、いろいろな方から聞きますので、同じ境遇だったと思うと、ちょっと。ということで、まあ、この話の流れで、続いていきますと、この能登半島地震についてですね。で、能登半島地震の方は、まあ、今日は日曜日ということなので、あまり詳しい更新がされてなかったんですが、人的被害などなど、数字の面では、石川県の方が、更新をしてくださっております。二次元祭の数字が入ってきていまして、石川県の能登半島地震の方ですが、亡くなった方が232名。で、怪我をされた方も1169人と言っています。で、建物の被害も3万1000人ということで、まだまだ、珠洲市の被害の状況が入ってきていないということで、どんどん、数字も増えていくんじゃないかなと思います。で、まだ安否がわからない方も22人。輪島で18、で、珠洲で4人いらっしゃると。ということです。ということで、ちょっとトレンドを見る前に、阪神淡路大震災について、能登半島地震について、やってきました。ということで、それでは早速、よいしょ。見ていきましょうか。時間もちょっとしか取れないので、簡単にお伝えしていきましょう。Google の方が見えておりますね。Google の方だと、14日の1位の、諏訪之瀬島の噴火については、これは、14日のね、日付変わったタイミングでやっているということで、あ、クルーズさん来てたんですね。ごめんなさい。いらっしゃい、クルーズさん。完全には、資料見てた。あ、クルーズさん来てたんだ。ということで、トレンドの方に戻りますが、諏訪之瀬島の噴火は日付が変わった時に爆発が起こりまして、一時警戒レベル3まで上がったということです。で、2位のこの真空湖選挙っていうのは日テレのドラマですね、土曜の。で、日経平均株価については、これは上がったり下がったりが。練習用で、一時3万6000円台までだということで、多分、トレンドに上がっております。それで17日のね、チームエスパー伊藤さんっていうのは、芸人の方で、で、63歳でお亡くなりになったというニュースが入ってきています。で、中丸さんは、これは結婚ですね。週一で共演したアナウンサーさんと結婚したという話題になっています。で、月面着陸ですね、今日の1位。これは、皆さんもね、実は僕夜起きてて見たんですけど、とても、見てる方もドキドキしました、これ。で、月面に着陸したっていう発表があったんですが、太陽電池がちょっと使えないと、ちょっと発電してくれないっていう感じだそうですよ。まだその後の情報入ってきてますね。で、X の方なんですが、作家デビュー行きましょうか。作家デビューっていうのは、駅前の宮田くんですね。
宅で有名なキスマイ宮田くんが、5月に作家デビューするということです。そして今週のトレンドなんですが、なんかツイッターの方はネタ系が多いですね。こんな件の日経とか、なんでそのアイコンにしたのかっていう感じのトレンドでした。よし。ということで、今週のトレンドをお伝えしました。皆様気になったものはありましたか？そうですね。ごめんなさい、本当に。ああ。生放送クルーズ。コメント拾ってあげればよかった。ということでね、次来た時ね、ちょっと見て、よく見てみましょう。台本、今日特にね、これ、阪神、まず大震災関連の情報を皆さんに、ね、お伝えしたかったので、ちょっと読ちゃった。ということで、ここまでトレンドトップでした。それではじゃあ、この流れで、そのまま行きたいと思います。後半のコーナーは動画傑作選です。今日の傑作選が、2020年東宝のサイドトラベル第1弾から、峰信と岩見沢の間の景色をお届けします。まあ、約8分ぐらいです。はい。ということで、ぜひ、このままご覧ください。
駅南蛮線から15時40分を迎えです。以下の JR 本線などはご利用くださいましてありがとうございました。終着ヤミトは右側南蛮線の到着です。サイドトラックお届けしました。それでは続いてこのまま勢いよくお天気に行きたいと思います。それでは明日の天気を返していきよいしょ。はい、明日です。明日北海道付近は気圧の谷の中となり、気圧の傾きが大きくなる見込みです。東北と関東の甲信、北陸、東海は低気圧が本州の南岸を東北東に進んでいく影響で雪や雨の降るところが多い見込みです。関東甲信では雷を伴い激しく降る所があるでしょう。午後は次第に曇りとなる見込みです。東海地方も昼まで雷を伴う所があり、三重県では朝まで激しく降る所があるでしょう。静岡県の山地では、雪のある降る所がある見込みです。午後は次第に曇りが晴れとなるでしょう。近畿です。近畿も中部や南部ではおおむね曇り、昼前まで雨が降るでしょう。朝まで雷を伴うところがある見込みです。南部では明け方まで激しく降るところがあるでしょう。北部では断続的に雨が降る見込みです。中国地方です。中国地方も明け方まで雨が降るでしょう。四国も朝まで雨が降り、昼前から曇りとなる見込みです。九州です。初め雷や雨で雷を伴うところがありますが、次第に曇りとなるでしょう。薩摩、大隅、種子島、屋久島地方も曇りや雨で雷を伴い激しく降るところがありますが、大気圧に覆われて次第に晴れるとなる見込みです。沖縄地方は東シナ海に停滞前線がある影響で曇りや雨の天気となり、こちらも雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。前線の通過の後は本島地方と先島諸島は北の風が強く吹く見込みです。ということで、気温も合わせてご覧いただいておりますが、マイナス20度と宮崎はね、本気を出してきましたねと。この配信してマイナス20度を見ると思わなかったけど、多分2月の方が寒いんですよね。2月は一体マイナス何度も見ることができるんだろうか、この風で。ちょっと楽しみではあります。では週間天気です。週間天気、月曜から火曜にかけて低気圧が発達しながら
北日本付近を通過し、その後木曜日頃にかけて冬型の気圧配置が強まり、強い寒気が流れ込む予想です。北日本から西日本にかけてですね、日本海側を中心に晴れた天気となり、大雪となるところがあるでしょう。火曜日から水曜日にかけては、低気圧の発達や、冬型の気圧配置の強まり程度によっては、大雨や大しけの可能性があります。北日本と東日本の日本海側は、雪や雨の降る日が多いでしょう。太平洋側は、晴れや曇りの日が多いですが、火曜日、水曜日は、雨、または雪の降るところがあるでしょう。それでは続いて、西日本のお天気です。西日本も同じように、日本海側では雪や雨の日が多く、太平洋側は晴れや曇りの日が多いでしょう。沖縄、奄美地方は曇りや晴れる日が多いですが、土曜日は雨の降るところがあるでしょう。ということで、マークをご覧いただいてますが、西日本については、今回ね、雪マークがついてますね。各地冷え込みが強まっております。特にね、水位も多く、近畿あたりはマイナス表示も、広島でマイナス1予想もありますのでね。で、その北日本もこんな感じで、気温が低くなっております。東京もね、ゼロの予想がありますね。そして最後は北陸4県の週間で今合わせてお伝えします。能登半島地震で揺れの大きかった地域は地盤の緩んでいるところがあります。少しの雨でも土砂災害の危険度が高まる恐れがあります。損傷を受けた家屋は鉄の重みによって倒壊にも注意が必要です。損傷を受けた能登半島の沿岸地域の周辺では、高波による浸水にも注意が必要です。ということで、ここまで週間の天気までお伝えしました。時刻は9時24分でございます。この後、番組のエンディングを入りまして、今週の配信も、締めにね、向かっていきたいと思うんですが。配信やるとね、やっぱね、ちょっと、消費カロリーがそういうことになりますね。もう一回思うんですけど。よいしょ。ということで、お届けしてきましたが、今週はね、そうですね、ちょっと傑作戦ということで、本当はね、新作を出したかったんですけど、ちょっと、隠し味がありまして、まあ、編集まで手が回っておりませんので、実はね、そのことが影響して、この後のお知らせにもちょっとあるんですけど、で、さて、そして、若干なんか、肌寒いですし、まあ、なんか配信するのはちょっと、体温上がるはずなんですよね。あんまり、上がんなかったけど、ということで、それでは、エンディングです。僕らはいつだって一緒だった。いつも語り合ったっけな。それでもやっぱ寂しいんだな。たまに話を聞きたいな。ということで、エンディングでございます。もうそろそろお別れの時間です。まずは次回の告知を掲載させてください。次回は2月10日の予定です。はい、これを見た方、あと1ヶ月後、ほぼあと1ヶ月後じゃないかというふうに思われた方、正解です。なぜかって言いますとですね、まず、来週最終週なんですけど、本当はね、ゲーム配信をやんなきゃいけないんですけど、週末に予定がありまして、ゲーム配信やってる
ちょっと朝起きれないみたいに、朝じゃないか。朝起きれないのも問題なんだけど、ちょっと体力なくなっちゃうと思っちゃったので、1月の最終週のゲーム配信お休みに、1月の最終週の配信はありません。はい。そして、その次、2月の第1週なんですが、これはこれでまた、私が卒業研究ね、いわゆる卒論ってやつですよ。に取り込まないといけないのですね。で、ちょっと今、それがね、最盛期に行くんですよね、来週。最盛期を迎えてあるので、ちょっとお休みをいただきます、来週。ごめんなさい。で、本当はその次の週も多分、いろいろもろもろ直していかないといけないんですが、ちょっと無理そうということで、ごめんなさい、次の、無理そうなんですけど、ここは配信になります。はい、飽きすぎちゃったね。ということで、次回は2月の10日です。また内容決まっておりません。決まりしてお願いします。近くあったらまたお伝えします。ということで、最後に CM 情報いってみよう。ニコ玉の番組、キャインドさん、金曜の夜10時から放送している、キャインドさんと、日曜9時のピクバスさんに CM を出しております。絶賛放送中ですので、そちらも忘れてご覧ください。NEXTS さんに関しては今、裏でやってるようですので、この後私も見に行きたいと思います。ちょっと見に行きつつ、外もやります。ということで、今日はね、ちょっとニコダマクルーさんも来てて、ちょっと私はちょっと見ちゃってましたけど、っていう感じで、まあ今日も楽しく配信できました。ということで、今週もご覧いただきありがとうございました。皆さん、良い週末、そして良い1週間をお過ごしください。それでは、皆さん、良い週末、また2月の10日にお会いしましょう。バイバーイ。